フリッツ・ペッツォルト、またはエルンスト・クリスチャン・ペッツォルトは、デンマークの画家である、コペンハーゲンの裕福な商人の息子に生まれた。1824年から、デンマーク王立美術院で、デンマーク黄門時代と呼ばれる時代の中心的な画家、クリストファー・エカスベアに学んだ。1827年から1828年に、肖像画を出展し、ショー・エルが風景画家の道を選んだ。 1829年に描いた絵は、デンマーク王立絵画コレクションに買い上げられた。デンマークの画家は、王立美術院の展覧会で金賞を受賞し、奨学金を得て海外へ留学することが多いが、豊かな実家の資産が私費で海外へ旅することを許した。ドイツのハルツ山地へ旅した後、1830年にイタリアのローマへの旅を行った。ドレスデン、プラハ。 ニュルンベルク、ミュンヘン、ベネツヤ、フィレンツェを旅して、ローマにいたり、彫刻家のベルテル島バルセンを中心とするローマを訪れていた多くのデンマーク芸術家のサークルの中で過ごし、ローマの近郊の各地やナポリ、シシリーやギリシャのケルキラ島にも旅した。1835年から1836年の冬に父親の病気のためにコッペンハーゲンに戻り、父親が亡くなり、 葬儀のしばらく後に再びイタリアに旅した。その後、あまりデンマーク人に訪れなかったギリシャに渡った。1838年8月にパトラスのホテルで喉が切られた死体で発見された。自殺であったか殺人事件であったかは判明していない。33歳であった。ありがとうございます。